それではもう一人のゲストをご紹介したいと思います。日本クラウンの堀口さつみさんです。奈良県は吉野郡天川村のご出身でいらっしゃいます。今日はクラウンレコードの先輩鳥羽一郎さんの熊野灘北海小町をメドレーでお届けしたいと思います。それではお願いいたしましょう。堀口さつみさん、お願いいたします。
第3回ですか迎えられたそうなんですけれども、こんなところに私を呼んでいただいたこと、参加させていただいたことをとても感謝しております。もうしばらく森口辰巳の歌で、お付き合いいただきたいと思いますが、今日は感謝することがあと2つあります。今さっきお話しさせてもらったように、今日この時間まで残ってくださったことはもう大感謝です。もう一生忘れません。ありがとうございます。それとこちらの方で歌わせていただいているというこの感謝、それから最後なんですけれども、今日こちらの方に、受付のところに行きますとね、田中俊彦先生がね、覚えてくださってまして、あ、さつみちゃんやということで、で今日頑張ってや、いやもうこちらこそ呼んでいただいて大きにありがとうございますって言ったらね、ポケットに手突っ込んで何くれるかな、これ俺の弁当のチケットやからって言ってね、弁当して俺のこれ先食べとき言って食べさせてもらいました。うちの娘今日はね休みでね連れてきてるんです。11歳になるんです。名前みやび言いますね。なんかすごいね、とってもなんか関わりを感じますけれども、楽屋弁当に憧れてましてね、それだけでついてきたんですけれどもね、子供の娘の前で歌うのもちょっと照れくさいんですけれども、あと メドレーと、それから最後の修験の宿と歌わせていただきたいと思います。